いらっしゃい。というわけでね、今日もいらっしゃったわよ。ね、お宝一番館、終わりかまき店さん。さあ、今日もね、遊ばせてもらうわ。ん？遊ばれてしまうわ。わかんないけど、じゃあ、行くわよ。さあ、最初は小手調べね。そうそう、何この子、物乞い？物乞い馬小娘、ちょっと長いな、物乞い娘でいいか。というわけで、脇あたりちょっとだけ寄せてあげたらこんな感じ。あらあらあら、じゃあね、ちょっとね、沈みが甘いので外側から回し回しま、ま、おぉおぉ何あ、よきよきよき、全然よきよ。じゃあこれはうまくスライドさせていきたいから、脇ちょっとさ、脇のところをゾゾゾッとしながらキューッとお尻を上げて、あへきった、何ちょろくないね、ちょろくないな、3ってだって実質とかじゃなくてちゃんと3って、あらまあ、じゃあ行くわよ、せーの、プープピドゥよ、カマコの沼。はい、じゃあお次はね、末広がり橋渡し設定で孫くんね。そう、孫正義。違う違う違う、正義の方じゃない、悟空の方。しかしまあこの子も、リリシーというか目つきが、まあいいか、目つきがいいか。はい、こんな感じでね、いい感じで左お尻をキュン。お次はね、デリケートゾーンあたりがいいかな。デリケートゾーンに入れて、ちょっと奥へ奥へ送りながら手前をはめたい。あー、デリケートゾーンちょっと抜けるわね、手がね。じゃあデリケートゾーンのちょっと次は奥に入れていきましょうかね。次奥に入れて、でちょっとだけ後ろへかけながら、できればこれでハマってくれると嬉しい。あー、いい感じいい感じ、思惑通りね。でもうちょっと、もうちょっと右の方がいいかなっていうので、できるだけ形を変えないように、さあ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 、箱の下側を持ってスッと、はい、オッケーよ、これで完璧。あとは端の広い方、右側をギュッと押さえて左側でめくってあげ、黙って、待って待って待って、なになに、抜けちゃった、嘘嘘嘘、え、これこれまずい、これまずい、なになに、何が起こってんの今、何が起こってくんの、孫くんに、孫くんに何が起こったかというと、だったわ、わーお。いや違う違う違う、立ててどうすんの、立てる意味がわかんない、ちょっとどうしよう、これ、でもね、この手前キュッて書いたら多分縦はめになんないかな、なってくれた、オッケーよオッケーよ、これここで悩むわよね。うん、このまま縦はめにしていくか、もう思い切ってずり上げちゃうか、さあどちらにしましょう。うん、答えはね、いいね、どちらにもしないの、ちょっと寄せるの手前にね、ちょっと寄りかかったような状態だからさ、いい感じで箱の形変えずに、こうやってちょっと寄せてあげるだけで、勝手にあとは落ちるはずよ。橋の幅の広い方へ、あい、来たーねー。慌てなくても全然大丈夫。とりあえず、橋の幅の広い方へ持っていくだけ。はい、じゃあ行くわよ、せーの、プププピドゥよ、プププピドゥ。チャンネル登録、評価ボタン、お願いしても。よろしいかしら。はい、じゃあもう一度ね、橋渡し末広がりで赤髪のイケメンかっこいいわよね。というわけで右お尻ね、またギュッと、重そうね。うん、いや前方案で聞いてたのよ、こいつは重いぞと。うん、まあ重くても重くてもなんとかなるかなっていうことでね、もう一度右の脇あたりスーッといって、そう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 、まずは幅の広い方へ持っていかなきゃ話にならないというわけで、もう一度もう一度ね、そう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 、左のお尻ね、左のお尻をギューオンと、あ、いい形になってきたじゃない。ねえ、そうそうそう、さっきと一緒よ。そしてこのまままた、こっちから見ると右側の辺を幅の広い方へ落とすために、ちょっと後ろへ、ちょっと後ろへ持ってきながら、なんで手前に来た？乗った？なにこれ？オッケーオッケーオッケー、慌てちゃダメ、慌てちゃダメ、予想外のことが起こっても慌てたじゃ、慌てたらダメ、やばい。ではね、後ろ旬、後ろ旬でしっかりハマるんじゃないかしら、これ。あ、ほらね、
これでいい、これでいい。で、ちょっとね、右側、バーより出ま、出前じゃない、出前してど、バーより手前に出てるから、右側をこうちょっと変えて、後ろへ引っ込ませる。あー、オッケー、これで完璧必勝の形。そしたらまたね、そう、安いもんだ。腕の一本ぐらいってことで、腕の一本ギュッて押さえて、もう片手で、押さえめくりで、ちょん、なーい、来た、鮮やかでしょー。ねー。はい、じゃあ行くわよ、せーの。ぷぷぴ、でよ。ぷぷぴどー。チャンネル登録、評価ボタン、お願いしてもよろしいかしら。はい、今度はね、反対側に向けての末広がり、橋渡しね。まあ、やることは一緒よ。さっきみたいにね、あの、橋幅の広い方の両角を先に落としてあげればいいということで、また右お尻ね。うん、右お尻を、せーの、よいしょーって、めちゃくちゃ動く。後ろに乗ったー。あ、これいいわね、これいいわね。このままの形、できれば後ろに乗せた状態で、もうちょっと右へスライドすることができれば、できればもうププピドゥなんだけど、なかなかそんなに甘く、思ったより寄ってこなかったね。じゃあもう一回ね、もう一回ね、左の方に寄せるわね。うん、ここだとちょっとやりづらい。だいたいブースの真ん中からちょっとだけ端っこから、あーし、あーし、ここから勝負かけるわよ。じゃあね、左の手前をちょっと引っ張り上げたいんだけど、これでどうだろう、どうだろう。箱が軽いわね。箱が軽いけど、これ意外とちゃんと手前落ちてるかもしれないわね、奥側ね。で、もうちょっと、このまま右へ、形を変えずに左よ。右じゃない、左へスライドさせて、はい。今ので落ちないかなと思ったけど、まあそんなに甘くはないわ。下角取ってればもしかしたらあったかもしれないけどね。ね。で、もう一度、今度は奥を持って、ちょっと手前へずり上げます。ずり上げ、ずり上げれなーい。全然違う。でもこれもまあ、またある意味ね、必勝の形ってことでね、あの、最初にやった通り、スライドね、うん、ね、右手がすっと抜けて、そのまま向こうへパターンして、ポトン。はーい、切ったー。わかる今の。ね、もう一回やるよ。右手をシューッといって、箱を奥側に送りつつ、幅の広い方に全部を落として、すっとん。こんな技もございます。というわけで、はい、じゃあ行くわよ。せーの。ぷぷぴ、どよ。ぷぷぴどー。かまこの沼。はい、じゃあね、さっきと全く同じブースで、もう一匹のわんぱくいたずらこねずみもいただいていこうかしら。ね、さっきと全く同じだからさ、結局はさ、だいたい全部わかってるわけよ。ね、で、箱の軽さも多分一緒なの。だから右側ギュンで一気にこれだけ動く。あとは左側にそのままスライドさせていけば、さっきのような形になるはず。そうそうそう、倉庫系、アームが強いから、このまま普通にスライドはしてくれない。きっと持ち上がってから、ちょっと違う、ちょっと、オッケーオッケーオッケー、そうそうそう、ね、思ってたんと違うんだけど、思ってたんと違うんだけど、この形になったらオッケー。じゃあ、あとは、右側ちょっとだけ寄せつつ、下角取りながら奥へ乗せ上げて、さっきと同じように、あー、来たー。これまた鮮やかでしょ。実質3手。違う。本気の3手よー。ねえ、なかなかやるじゃん、今日のかまっこ。はい、じゃあ行くわよ、せーの。ぷぷぴ、でよ。かまこの沼。はい、じゃあ今度もね、ティッシュカバー。いい？発音よくてね、ティッシュカバー。さっきと発音変わった。ね。というわけでさ、私これ別に、あの、やる気はなかったんだけど、どうしてもね、あの、ティッシュの出てくる穴にさ、ね、突っ込みたくなっちゃったの。そう。ちょっとどいて、ちょっとどいて、見えないから、この穴ね、キュッとかから、ここの穴に、ね、奥の爪をズッボーっと入れたら、ワンチャンいけんじゃねみたいになっちゃったわけよ。それがさ、なかなか入らん。大きくて意外とまずくてさ、これで結構ギュッと入ったんじゃないのってなったのね。でも、入った、入ったが、違うなー、違うなー。もう一回、あ、これ入った、これ入ったのよ。これしっかり入って、で、手前にギュッと寄せて、そのまま持ち上げてって言ったら、そんなに甘くなかった。甘くなかったんだけどさ、もういや、このままやっちゃえってことでね。てか、アームめちゃくちゃ強そうだったのね。これで持たない。しっかりとまず全体を掴んでみたのね。これ、いけるわ。これはいけるわ。
ね、というわけで、だいたいこういうちょっと長めのやつ、片っぽだけを寄せてあげる。ストップボタンがあったらね、あのスヌーピーのね、下、お尻。撮りたかったんだけど、まあ、ストップボタンないからね、しょうがないわね。ちょっと寄せます。はい。そして今度は向こう側ね、今と反対側をちょっと寄せて、これでシールドに乗ってしまえば、あら、不思議ってことになるんだけど、まあ、世の中そんなに甘くはないかな。あっちへ行かれた。あっちへ行かれたけど、まあね、全然多分大丈夫な気がしたのよ。なんでだろう、私。3本爪、あんまやんないけど、これは取れるって自信があったの。ね、ほら見て。だったわ。わお。じゃあた、これまで立てる。ほんと、うん。というわけで、あとは奥からぎゅーっと手前にちゃぶ台返しのように持ってくれば、ハイプ。あ？あいつ何？スヌーピーちゃんがね、帰りたくないよ。ダメです。もうお家へ帰る時間です。というわけで、はい、つっついて、オッケーよー。あんなとこでスヌーピー粘る。やらしっこ。はい、じゃあ行くわよ。せーの、プープッピー、ドゥーよ。プープッピドゥー。待って、ちょっとやばくない？やばくない？多分5000円ぐらいかな。5000円ぐらいでさ、ねえ、こんなに取れちゃったのよ。ほら、見て、見て。ねえ、スヌーピーちゃんのティッシュケースでしょ？あとフィギュア5個。嘘。待って、コソレンとか言ってる場合じゃなくない？これ本気で乱獲入ってきたんだけど。うわぁね、ちょっとね、調子に乗ってるわ、私。というわけでさ、ちょっと、もう一回やってくるわ。ちょっとかっこよくやよ。ちょっと、もう一回やってくるわ。ねえ。じゃあ次は、お菓子、行ってみようかな。できれば、ダンボールあたり狙っていこうかしらね。それでは、バイチャー！